年のカレンダーを12ヶ月に分けないで1月1日1番としてはい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 って読み飛ばす人が非常に多いと思います。ダメです。問題文に無駄はないんです。さあ行きましょう。問1、6月7日は何番ですか。え、6月7日1月は31日だよな。2月は分かんないじゃん、これだけじゃ。ウルード氏か、ウルード氏じゃないか、平年なんか分かんないじゃん。気づいてますね。問題文には無駄がないんです。2行目もう一度言いましょう。さっきは、あえてわざと読まなかったんですが、12月31日は365番って書いてありますよね。つまり平年ってことですよね。じゃあ2月は28、あとは簡単です。3月は31日、4月は30日、5月は31日、6月は7日、合計を出します。31+28+30+30+31+7、合計出すと158と出ますね。さあ365番は何曜日ですか。秒殺問題ですね。瞬殺ですね。もうすぐ答え書いていいですよね。1月1日が日曜日であれば、まあ、今回は木曜日ですよね。平年は翌1月1日は1日ずれるでしたね。したがって365、大晦日は木曜日。はい、括弧3番。右上の図内に9個の数字を、四角で囲むと合計が315になりました。じゃあ2007になるときはどうすればいいですか。ここも実は読み飛ばしたり利用しない人が非常に多いんです。どこか右上の図、これが例として与えられてますね。いいですか。与えられた例、これはヒントです。与えられた例はヒント。この例をうまく使おうよ。例をうまく使ってください。出題者がくれたヒントです。じゃあどういうヒントなのか。315ですよね。9個なんですよね。割ってみましょう。別にいいんですよ。足しても引いてもかけてもいろいろやってみてください。割ってみるんです。35、あ、真ん中の数字だ。これですね。9個の囲った真ん中、これ結局は平均になってるんですが、真ん中がすぐ分かっちゃうんだ。じゃあ同じようにしましょう。2007を9で割りましょう。223です。223、これが真ん中の数字。じゃあ次どうすればいいの。224、225、226。あ、できない。順番じゃないからできない。だからヒントですよね。真ん中の数字、例の中では35です。じゃあ右下、ここ求めたいわけですよね。一番大きな数字ですから。どうなっているか。35、43、足す8ですよね。第1回のテーマ1でも言いましたように予測が可能なんです。規則性はこれも規則なんですよ。足す8ではいいんです。223に おしまいってわけですね。もし時間がある人は、やってみようかなと思う人でいいですよ。ここまで変えてみてください。で、繰り返し言うように解き方35割る9、これがわからない、例がヒントだ、気づかないっていう人はどうすればいいのか。
すべて書きましょう。すべて書けばいいんです。いいですか。365個書くだけです。365個書けばこの1問取れるんですよ。おそらくこの1問の配点少なくとも20点はあるはずです。場合によって30点かもしれない、40点かもしれない。365まで数字書いたら40点取れるんです。大きいですよね。考え方が浮かばない場合には問題文の読み方、これを理解しておく、もっと言うと覚えてください。これを利用すればいいんだな。それもすっかり忘れてしまった、この解き方浮かばなかった、その場合には書くんです。いいですね。